タケヤのしたいことなら、レンは、何でも。俺のしたいことなら、何でも。石鹸もシャンプーも同じ、同じ。でもずっといい匂い。俺のしたいこと。違う、違うだろう。違うとは。わかんねえけど、こういうことってやっぱそのお互いの気持ちとか。意味がよくわからない。ご主人様とか勤めとか、そういうわっきゃあかんねえこと言われてなの。やっぱおかしいだろ。レンが今したことはいけないことか。多分タケヤがそう言うなら了承した。もう都議はしない。え、あ、ではレンは睡眠をとる。おやすみ、タケヤ。ああ。だから宇宙人ってのはよ。欲求不満ですわ。では行ってまいりますわ。ああ、行っといで。あ、おばあ様、私がいたしますわ。学校に遅れちゃうよ。いえ、時間にはまだ余裕がありますわ。いいのいいの。あなたの仕事は学校へ行くことでしょ。はい。おじい様、水やりなら私にお任せくださいな。これは俺が好きでやってんだ。はあ。気持ちだけはもらっとくよ、アンガトさん。はい。お見送りありがとうございます、おばあさま。お見送りだなんて、やだよこの子は。忘れ物はないかい？はい、昨夜のうちに滞りなく。ハンカチは持った？え？ああ、昼過ぎから雨だって言ってたわよ。傘は用意してありますわ。じゃあ、行ってらっしゃい。行ってまいりますわ、おばあさま。ホームステイ先のホストファミリーにご奉仕する義務はないとはいえ、
何もさせてもらえないなんて余計不満ですわ。毎朝毎朝同じことをお尋ねに。おばあ様は私がそんなに信用できないのかしら。あのすっとこどっこいの蓮さんならともかく、はあ、燃えるようなご奉仕がしたい。タケヤ、早くせぬか。早くしてるっての。蓮と先に行くぞ。蓮はタケヤを待つ。いいのだ、甘やかすと癖になるからな。うまっ。ミュウがなぜここにおるのだ。いたのではありません、たまたま通りかかったのですわ。蓮さん、仮にはディアーズでありながらご主人様を置いて先に出ていくなんて、ひっ、常識にも程がありますわ。非常識。非常識ですとも。私たちディアーズはご主人様が外出するときは貸し付いてお見送りを、お供をするときには控えめに、こうしゃなりしゃなりと後ろを歩いてですね。しゃなり。人んちの前で騒いでんじゃねえよ。やっと出てきたか。え、なんでミュウがいるんだ。と申しまして、我々ディアーズは、お待ちなさい、お話はまだ済んでいませんことよ。せっかく同伴通学なんだしさ。そこで一緒になっただけですけど。理科準備室でモーニングマイコーヒーとか、ちょっと洒落てない。ああ、もうあなたって人はやはり根本から鍛え直す必要がありますわね。ミウは何を生きり立っているのだ。レイさん、あなたのせいでしょうが。わかんねえ連中だよ。あなたがそんなことですからダメなのですわ。夕べ何かあったのか。なんもねえよ。ディアーズの誇りを持ってですね。ああもう、ああもう、あーいたっけ。キュンだよ。借りっぱなしだった例の物っすよ。ほら、巨乳110番。いやー、マジでよかったよ。特に巨乳100人が連行されるあたりなんか。そう、よかったな。なんか気のねえ返事だな。超おすすめって言ってたじゃん。そうだったっけ。なんだかもう、どうでも。タケヤ、目が充血している。睡眠不足か。おはよう、オイヒカ。昨晩の就寝時刻はそんなに遅くはなかったと。あっち行ってろよ、お前は。もうタケヤ。あ、おはよう、レンちゃん。またイクハラがいじめたの。最低。あいつ、なんであんなに平然と。うわっ、なん、ミュウちゃん、おはよう。あれれ、今朝のミュウちゃん、なんかおかしくね。はぁ、さっぱりわかんねえ。タケヤ、今日の君の背中、ちょっぴり大人の香り。というわけで、この構文は甘く切ない香りがロディの官能の扉を強引に開き切った。どう訳すとベストね。じゃ、ミュウちゃん次よ。ん？ミュウちゃん、どうしたの。これはもしや先生に対する放置プレイ。そうですわ。やっぱりそうなのね。ミュウちゃんって宇宙人なのに、なんて微妙にマニアックなの。あは、我ながらナイスアイデアですわ。むしゃむしゃむしゃ。レンちゃん、どうしたの。タケヤがいない。ほっときなさいよ、あんなの。そうよそうよ。あん時、もしあいつが宇宙人じゃなかったら。またお前、なんか俺に文句でも。生原様、私は決めましたわ。決めた。レンさんがディアーズとして生原様にまっとうにご奉仕できるまで。手取り
足取り腰取り足私が徹底的に教育いたします。はあの方のなさっていることごとくがディアーズ全体の恥よりにもよってディアーズの鏡たる私の近辺にそんな方がいるなんて、はあ、耐え難いですわ。いらねえよナモン。ご主人様として不完全なご奉仕しかできないディアーズではご不満でしょう。だから奉仕とかご主人様とかナモン俺には関係ねえっての。ったくその手の話はゴリゴリだよ。そういうことでしたの。なんだよ。どのような経緯で蓮さんと認証の儀を執り行ったかは存じませんが、要するに生原様はディアーズの何たるかを知らなすぎなのですよ。知りたくもねえよディアーズって。そういうことならなおさら。生原様にもディアーズの素晴らしさを教えて差し上げますわ。ほう、ミウがそんなことを。ああ、何考えてんだか。相変わらず面倒見が良い娘じゃの。ただのおせっかいだろうが。タケヤとレンはミウに何を教育されるのだ。俺が知るわけねえだろ。それはこれからたっぷりと教えて差し上げますわ。あ、俺バイトだから。じゃあそういうことで。まあお仕事では仕方ありませんわ。ならば今日はレンさんだけでもみっちりと。なあミュウ、前から聞きたかったのだが。何ですの？レンとそなたたちと何が違うのかな。何がと言われますと、すべて、そう、すべてですわ。レンさんはご主人様に対する真偽礼すべてにおいて欠けております。そういうものか。そういうものですわ。一人でも大変なのに、さらにもう一人まとわりつくなんてさ。ああ、もうなんでかな。ソチャが美味しい。なんですのレンさん、その微妙に不満そうなお顔は。私とて好きでついてきたわけではありません。お目付け役としてレンさんの住環境の確認の義務が。しかしこれが生原様のお住まいですのね。いわゆるあばら屋。希少ですわ。あばら屋。こんなむさ苦しいお部屋初めて見ましたわ。なんだかとっても新鮮。レンが部屋を手入れしている。レンを褒めるか。ミュウ、皮肉ですわ。皮肉。ヘプシ。なんか嫌な予感が。こら、サボってると承知ねえぞ。すみません、すぐやるす。では始めますわよ、料理特訓を。了承した。さてと、先日のレンさんのお料理確かに美味でした。まるで故郷で食したような、それでいて斬新な。そう、それはめくるめく味の万華鏡。ですが地球人の味覚に合わなければ意味ナッシング。私が地球の料理をビシビシと仕込んで差し上げます。さてと、何か食材は。あら、メロンパンですわね。あら、これも。これもメロンパン？この地、メロンパンしかありませんの？もう、食材くらい常にストックしておく知恵もありませんの？あなたって人は。あ、いつの間に。ああ、もう、私たちは夕飯の買い出しに来たんですのよ。半分はタケヤには。ミュウにもやらん。別にそんなもの欲しく。
というか最初全部ご主人様にお渡しして、その前にそんなにたくさん全部メロンパン。今日はビントロいいの入ってるよ。もう少し安くしなさいよ。へっ、こんな上等ビントロープライスで他じゃ買えねえってな。何言ってんのよ、こないだ勝手に休んどいて。おかげで一日魚食べらんなかったわ。なかと言ったって月に一遍の定休日ぐらいゆっくり。お魚いただけますか。えい、いらっしゃい。お、レンちゃん。お、くださいな。レンちゃんがいるんじゃ、こりゃ負けねえわけにはいかねえな。負けるとは値引きしてもらえるということか。玉はもう3つしか残ってないのだが。お、遠慮はいらねえよ、持ってきな。レンさん、まさかレンちゃんだけってことは、あ、あたぼうよ。やったレンちゃん、今日は半額だそうよ。こら、誰がそんなこと。レンちゃん、ここんとこ姿見せなかったわね。マジで、レンさん、もう時間がありませんわよ。失礼いたしました、私たち急いでおりまして。どうしたのだミュー。何でもありませんわ。私だっておばあ様が買い物などの用事を言いつけてくだされば皆さんといいですか、調味料はさしすせその順で。ちょっとちゃんと聞いてます。これそんなものかぶらない、背伸びなくなりますよ。まったく、ここまで無知なんてコミュニティでは何を学んで。まさかレンさん所属コミュニティまでないなんて言うんじゃん。この地球にいるディアーズなら全員タナトス所属のはず。レンはわからない。まあいいですけど。なんかあなたって見ていて危なっかしいですのよね。地球の常識知らなすぎですし。ゴーニーラバゴーヤチャンプルと申しますでしょ。ゴーヤ、いいですかレンさん、この星では奴隷ということを大っぴらにしないことですわ。どうもこの星では奴隷という制度は前時代的でナウクないらしいのです。ナウ、ご主人様に気に入られるにはあからさまな奴隷っぽさは抑えなければ。あくまでもさりげなくご奉仕する、それがこの星での奴隷ライフのポイントですわ。お分かり？なんとなく了承した。本当ですの？まあしっかり上達して生原様をギャフンと言わせてやるんですのよ。ギャフン？さあ頑張らないと。大切なものを大切にできるうちは、失ってからでは遅いですから。ミュウ、さあレンさん、ちゃっちゃとやっちゃいますわよ。了承した。報告は以上です。ゼロナンバーズ、まさかすでに認証の儀を済ませていたとは。認証の儀を取り行った以上、ただ回収するわけにも。ルビ様、分かっている、下がってよろしい。ザキ、ゼロナンバーズの回収を急ぎなさい。しかし今のキーの報告では。お黙り。元はといえばバイターであるお前がグズグズしているからいけないのよ。あのような欠陥品を地球人にさらすことは我々のコミュニティタナトス全体の恥だわ。ザキ、回収は絶対命令よ、たとえ掟に背くことになっても。ニアへの命令は続行させる。それに気を抜くのはまだ早いですわ。まだ何かやるのか。このうちは装飾性に欠けてますわ。装飾？
これではご主人様がくつろげません。レッツリフォームタイム。このあばら屋を素敵なお部屋にリフォームするなんてやりがいがありますわ。レンさん急いで。ぼやぼやしているとご主人様が帰ってきてしまいますわよ。了承した。で、なんだこれは。やっとのことでバイトを終えて自分家に帰ってきたと思ったらくつろぎだ。こうすればタケヤがくつろげる空間になると。ミウが、タケヤくつろいだか。くつろげるかい。今日はいいことをしましたわ。明日も頑張らねばなりませんわ。でもミュウちゃん、お湯は少ないかい。ええ、最高に快適ですわ、おばさま。たく、いらんことばっか。ダメなのか。足りねえだろ。こんな時間に夜逃げでもするのか。ねえ猫、聞いてくれよ。まだ来てはおらんのか。おかしいな。何の話だよ。はがきが来ていたであろう。はがき。はあ。お兄ちゃん、みっけ。なつき。中学生だ。